公明党の浜村進でございます。今日は森法務大臣よろしくお願いいたします。今日は不正指令電磁的記録に関する罪ということで刑法168条の2および3と、いわゆるウイルスについてコンピューターウイルスについての、罪が法定されているわけでございますけれども、この件について、お伺いをしていきたいと思います。まず2017年6月20日にですね、ウィザードバイブルという情報セキュリティやハッキング等に関する技術情報が掲載されましたウェブサイトに投稿していた少年が不正アクセス禁止法違反で逮捕されて、その7月11日には処分保留となった上で、同時続けて不正指令電磁的記録作成の疑いで再逮捕されたという事案があります。このサイトの管理者は2018年3月に不正指令電磁的記録提供罪で略式起訴を受けたわけでございますが、この事案についてご存知だと思います。で、今日はもう答弁は大丈夫です。で、もう一つアラートループ事件というものがございまして、2019年3月にインターネット掲示板に不正プログラムへのリンクを書き込んだ不正指令電磁的記録強要未遂の疑いで女子中学生を家宅捜索の後に補導し、かつ男性2人をですね家宅捜索書類送検しました。合わせて取材の過程でこれ分かったことでございますけれども、2018年に男子中学生と男子大学生も摘発されていることが明らかになりました。2019年の5月29日に男性2人については起訴猶予を理由として不起訴処分となったということでございます。こうした事件があった後に平成31年3月27日横浜地裁で無罪となり、令和2年2月7日に東京高裁で有罪判決が下ったコインハイブ事件というものがございます。これはいつどのような罪で処分適用されたのか、事件の概要について伺いたいと思います。法務省川原刑事局長。お答え申し上げます。お尋ねの事件の構造事実の概要は、インターネット上のウェブサイトを運営する者が同サイト閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置にその同意を得ることなく、仮想通貨の取引履歴の承認作業等の演算を行わせて、その演算機能を提供したことによる報酬を取得しようと考え、正当な理由がないのに人の電子計算機における実行のように供する目的で、平成29年10月30日から同年11月8日までの間、同サイト閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置に、今申し上げたような演算を行わせるプログラムコードが増置されたサーバーコンピューターに、同閲覧者の同意を得ることなく、同電子計算機をアクセスさせ、同プログラムコードを取得させて、同電子計算機に今申し上げたような演算を行わせる不正指令電磁的記録であるプログラムコードをサーバーコンピューター上の同サイトを構成するファイル内に増置して保管したというものでございます。この事件につきましては、平成31年3月27日、第一審であります横浜地方裁判所において無罪判決が言い渡され、令和2年2月7日、控訴審である東京高等裁判所におきまして、原判決を破棄し、被告人を罰金10万円処する旨の判決が言い渡されたものと承知しております。以上。浜村進君。これ一審では無罪で、控訴審では有罪ということで、おそらく上告されて、最高裁で争われるということになろうかと思っておりますが、一つ今刑事局長からお話しいただいた中で、この事案、マイニングをしているわけで、仮想通貨のマイニング、暗号資産のマイニングをしているわけですけども、報酬を得ようとしていたと。実はこの対価性の観点から言うと、実は800円ぐらいしか稼ぐことができなかったということで言えば、当初の目的は果たせてないのかなというふうに思ったりしているところもございます。今申し上げたような上記3件について、この2、3年に起きている事案でございますけれども、不正指令電磁的記録に関する罪に関しては2011年に法制化をされております。で、特段近年になって増えているというわけではないと思うんですけれども、検察統計年報で公表されている数値を合わせてですね、平成27年以降の直近
のまでの公判請求されたもの、あるいは被疑者同意の元罰金刑を科した略式起訴、さらには不起訴となった件数、それぞれどの程度発生したのか確認をしたいと思います。はい、川原刑事局長。お答え申し上げます。お尋ねの不正指令電磁的記録に関する罪につきまして、平成27年から平成30年までの年別に公判請求、略式命令請求、不起訴の順で、件数を申し上げますと、平成27年が6件、3件、15件、平成28年が4件、5件、41件、平成29年が12件、3件、27件、平成30年が15件、15件、35件でございます。委員長、浜村進君。ありがとうございます。まあ、全部合わせれば平成27年から24件、28年が50件、29年が42件、30年が65件というような数字でございます。まあ、飛び抜けてこう増えたというわけでは決してないというふうに私は思っております。でその上で、この不正指令電磁的記録に関する罪の保護法益というものはどのように定義されておるのか確認いたします。川原刑事局長。お答え申し上げます。不正指令電磁的記録に関する罪の保護法益は、電子計算機のプログラムが電子計算機に対してその使用者の意図に沿うべき動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与えるものではないという、電子計算機のプログラムに対する社会一般のものの信頼という社会法義であるというふうに認識しております。浜村進君。ありがとうございます。まあ、ご指摘の通りでございまして、まあ、この保護法益に照らし合わせてですね、今まで運用されてこられたということでございますが、森法務大臣にお伺いしたいと思います。まあ、この今まで社会一般の社に信頼を保護しようとするということも含めてですね、非常に重要な保護法益があろうかと思っておりますが、これ、まあ、適用するには私は権欲的であるべきだということは思っておりますが、森法務大臣のご所見をお伺いいたします。森法務大臣。個別事件における検察当局の事件処理ないし裁判所の判断に関わる事柄について法務大臣として所見を述べることを差し控えさせていただきますが、その上であくまで一般論として申し上げますと、刑事事件の処分を行うにあたってはご指摘の不正指令電磁的記録に関する罪も含めて、それぞれの罪の保護法益の侵害の程度等も含め、さまざまな事情を総合的に考慮する必要があるものと考えており、検察当局においてもそのように対処しているものと考えております。浜村進君。ありがとうございます。まあ、あくまで一般論としてということでございましたけれども、じゃあ実際の捜査においてはどのようなものなのかということに話を移したいと思いますけれども、今日は警察庁にも来ていただいております。ありがとうございます。都道府県の警察が実際の捜査については担当しているわけでございますけれども、不正指令電磁的記録に関する罪については地方も含めてどのような理解を促進してきたのか、警察庁の取り組みをお伺いいたします。警察庁小柳長官官房審議官。お答え申し上げます。警察庁では都道府県警察に対し不正指令電磁的記録に関する罪の取り締まりにあたっての留意事項等を指導する中で、不正指令電磁的記録の該当性、人の電子計算機における実行のように供する目的等の構成要件を適切に判断するよう指導しておりますほか、参議院法務委員会の情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議も周知をいたしまして、適切な捜査が行われるよう指導を行ってきたところでございます。今後とも不正指令電磁的記録に関する罪につきまして、あらゆる機会を通じて適切な捜査が行われるよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。浜村進君。検察はどうでしょうか。最終的な処分については検察が行っていくわけでございますので、検察においてはどのような理解を促進してきたのか、検察庁での取り組みを伺いたいと思います。法務省川原刑事局長。
お答え申し上げます。お尋ねの点につきましては、一定の年次の検事全員を対象とした研修におきまして、不正指令電磁的記録に関する罪と、サイバー犯罪の起訴について講義を実施しております。また、専門的な研修として、コンピューターネットワーク等の仕組み、各種サイバー犯罪で利用される技術的手口、サイバー犯罪の捜査後半における法的問題点等を理解させ、この種事犯の捜査後半に必要な能力を向上させるための研修を毎年実施しているところでございます。この研修におきましては、警察庁の専門家から講義をいただいたり、各検察庁から提出された事例を検討するなどして、知見の共有等を図っているところでございます。浜村進君。専門的研修も行って非常に高度なことをやっておられるのかなという印象を受けました。しっかりこれも検察の皆さんにもレベルが引き上がっていくように今後も取り組みをお願いしたいと思っております。で、続いてですね、この不正指令電磁的記録に関する罪自体がですね、どういう刑法における立ち位置であるのかというところについてちょっと確認をしたいと思いますが、先ほども少しございましたけども、アラートループやウィザードバイブルの話も紹介させていただきましたが、ウィザードバイブルのところは最初は不正アクセス禁止法で逮捕されたんですね。で、その後、不正指令電磁的記録作成の疑いということでございましたが、この不正アクセス禁止法というものはどちらかというと法定犯として開始されると考えておりますけれども、不正指令電磁的記録に関する罪は自然犯として開始しているところでございます。これ、森法務大臣の見解を伺いたいと思います。森法務大臣。お尋ねのいわゆる自然犯法定犯については工学上の概念であり、その区別をすることが必ずしも明確なものではございませんで、不正指令電磁的記録に関する罪が自然犯か法定犯かについて一概にお答えすることは困難でございます。いずれにしても本罪の性質については、電子計算機のプログラムに対する社会一般のものの信頼という社会的法益を保護するものでございます。浜村進君。なかなか難しいと私も思っております。で、ただどう解されるべきか、あるいは今後の議論を深めるにあたってどう整理していくべきかという観点では非常に重要なポイントになってくるんじゃないかとも思っておりますので、少し不言をさせていただきました。じゃあちょっとその上でお尋ねいたします。警察庁がさまざまこれまでも摘発あるいは取り締まりにおいて、レベルを引き上げていこうということでいろんな取り組みをしてきていただいているわけでございますけれども、平成31年に2月15日に不正指令電磁的記録に関する罪の取り締まりの推進及び取り締まりにあたっての留意事項について、として指示が発出されていると認識しております。目的とその内容について確認いたします。はい、警察庁小柳審議官。ご指摘の通達でございますが、近年インターネットバンキングにかかる不正送金、仮想通貨の不正送信、クレジットカード情報の不正流出等、不正指令電磁的記録によりサイバー空間の安全が脅かされている事案が多発し、大きな社会問題となっていることを踏まえ、都道府県警察に対し不正指令電磁的記録に関する罪の取り締まりにあたっての留意事項等を指示したものでございます。具体的には同罪の取り締まりにあたり、不正指令電磁的記録の該当性、人の電子計算機における実行のように供する目的等の構成要件を適切に判断するよう指導しているところでございます。今後とも不正指令電磁的記録に関する罪についてあらゆる機会を通じまして適切な捜査が行われるよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。浜村進君。平成30年6月14日には仮想通貨を採掘するツール、マイニングツールに関する注意喚起としてですね、ウェブサイト上であったりツイッター上で注意喚起を行っておられます。これの目的とその内容について確認いたします。
はい、警察庁小柳審議官。お答えをいたします。警察におきましてはサイバー犯罪に巻き込まれないための対策につきまして平素より注意喚起を行っているところでございます。ご指摘の注意喚起につきましては仮想通貨を不正に採掘させるプログラムを利用した不正指令電磁的記録事件の発生状況を踏まえましてインターネット利用者の被害防止等を目的といたしまして仮想通貨を採掘するツールに関し一般的に想定されうる事象を例示しつつ注意喚起を行ったものでございます。浜村進君。今もともとの平成31年先に聞いた方はですね、まあ、構成要件を、まあ、明示するというようなことで、まあ、どちらかというと内部に関して、留意事項として出されたわけでございますけれども一方の2つ目に挙げたウェブサイト上に注意喚起を行ったものについては利用者の被害防止を主な目的として出されているというふうに認識しておりますが実はこのウェブサイト上に出されている注意喚起がなかなかどう解するべきかということが私も判然としないなと思っております。ちょっとこの点についてお伺いを一つ一つしていきたいと思いますけどもまずこのウェブサイト上にですねこのような記載があります。マイニングツールを設置していることを閲覧者に対して明示せずにマイニングツールを設置した場合犯罪になる可能性がありますとの記載がございます。まあ、これ逆に言うと明示していれば犯罪とならないのかどうかこの点確認したいと思います。警察庁小柳長官官房お審議官。お答えいたします。特定の行為が特定の犯罪に該当するかどうかにつきましては個別具体的な事案に即して法と証拠に基づき判断されるべきものでございまして一概にお答えすることは困難でございます。浜村進君。想定よりあっさりしてたんでちょっとあれですがまあまあおっしゃる通り一概には言えないと私も思っております。もっとちゃんと言えばですね明示していれば犯罪とならないかというとそういうわけでは決してないと思っております。明示していてもですね、そのあり方明示の仕方のレベルにもよりますからそういう明示しているよということだけでは犯罪とならないとならないかというと一概にはそうは言えないと思っております。で、一方でこのようなことも書いてあるんですね。パソコンの動作が遅くなると記載があるんです。この動作が遅くなるというのは確認はされたのでしょうか。警察庁小柳審議官。お答えをいたします。ご指摘の記載でございますけれども警察庁におきましてさまざまな情報を総合的に勘案をいたしまして仮想通貨を採掘するツールが設置されたウェブサイトをインターネット利用者が閲覧した際に一般的に想定されうる事象を例示したものでございます。浜村進君。まあ、一般的に想定されうるかどうかでいうと、まあ、やはりこういうものは試してみないとわからないぞということは一言申し上げておきたいと思いますが一般的にもそういうことは、まあ、まずありえません。なので、これはちゃんと技術的観点検知に立ってご判断いただきたいなと私は思います。これかえって、なんでパソコンの動作が遅くなっているのかっていうのをわからないまま見ている人はこのマイニングツールかもしれないなどと思ってしまう可能性もありますので非常に誤解を招く記載なのではないかと私は思っております。続いて、さらにこういうことも書いてあります。 CPU の利用率が高くなるなどの事象が発生した場合にはブラウザを閉じることで事象が収まるとの記載がありますけどもこれサイトを離れればいいだけの話なんではないかと思いますがいかがでございましょうか。はい、警察庁小柳審議官。お答えをいたします。ご指摘の主体、記載でございますけれども仮想通貨を採掘するツールが設置されたウェブサイトをインターネット利用者が閲覧した際に意図しない状況で急激に CPU の利用率が高くなるなどの事象が発生した場合におきまして想定されます対処法を例示したものでございまして分かりやすい注意喚起を行う観点からこのような記載と表現とさせていただいたものでございます。浜村進君。これもですねまあ、おっしゃりたいことはできる限り
理解をしていきたいと思いますが、まあ、はっきり言うと、まあ、サイトウェブサイトに訪問するとですね、当初はそのウェブサイトを、まあ、表示するために瞬間的にはCPU の利用率は高くなるというのは、まあ、常識でございますので、これもこう書かれたとしても判断はつかないということも私は思います。でその上でもう一個なんかいろいろ聞いて申し訳ないんですが、次にウイルス対策ソフトがマイニングツールを検知した場合には再度当該ウェブサイトにはアクセスしないでくださいと記載がありますが、これはなぜなのか確認いたします。はい、警察庁小柳審議官。お答え申し上げます。ご指摘の記載でございますけれども、ウェブサイトを閲覧した際に仮想通貨の採掘を意図していないにもかかわらず、ウイルス対策ソフトが仮想通貨を採掘するツールを検知した場合におきまして想定される対処法を例示したものでございまして、分かりやすい注意喚起を行う観点からこのような表現としたものでございます。浜村進君。まあ、これもCPU が動くだけなのであまり意味がないと思っております。次はちょっとちゃんと聞きたいんですが、パソコンの処理能力が意図せずに使用されパソコンの動作が遅くなるなどの事象が発生する可能性があります。意図しない状況でとか、まあ、仮想通貨の採掘を意図していないにもかかわらずとか、閲覧者が意図せずこのタイプのツールをダウンロードとの記載がございますけども、閲覧者が意図すればこれいいんでしょうか。まあ、つまり閲覧者に同意を取れば違法性がなくなるように見えてしまうんですけども、これ認識は正しいですか。警察庁小柳審議官。お答え申し上げます。特定の行為が特定の犯罪に該当するかどうかにつきましては、個別具体的な事案に即して法と証拠に基づき判断されるべきものでありまして、一概にお答えすることは困難でございます。浜村進君。私はこれ、同意があれば違法性がなくなるわけではないと思っております。まあ、これ非常に重要なのは、同意があろうがなかろうが違法性についてはそこの観点では判断されていないということだと思っております。で捜査する警察の側でもですね、何を、まあ、利用者に対して言えば明確な線引きになるかということがなかなか判然としていないんじゃないかと私は思っております。でその上でですね、申し上げれば、まあ、警察、まあ、捜査する側の方々もこれ対処しきれてないというふうに思っています。で一方でこの、まあ、なかなか難しい線引き明確じゃないような状況がある中で開発する側の方々も非常に難しい、まあ、どう理解をすればいいのかというところで、線引きが難しくなってきているんじゃないかと思っております。まあ、この点、法務大臣にお伺いしたいと思いますけれども、まあ、こうした状況をそのままにしておきますと、まあ、捜査する側も開発する側も萎縮してしまうのではないかと危惧するわけでございますけれども、大臣の所見を伺います。森法務大臣。不正指令電磁的記録に関する罪の構成要件は通常の判断能力を有する一般人においてその意義を十分に理解しうるものであって明確性の点で問題はなく罪刑法定主義に反するものではないと考えております。いずれにせよ我が国にとって科学技術の健全な発展が大切であることは言うまでもございませんので、一般論として申し上げますと、いわゆるサイバー犯罪の捜査については情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案における参議院法務委員会における付帯決議において捜査等にあたっては憲法の保障する表現の自由を踏まえソフトウェアの開発や流通等に対して影響が生じることのないよう適切な運用に努めることとされた趣旨や集積された裁判例の内容も踏まえつつ事案に応じて法と証拠に基づき適切に行う必要があると考えており、検察当局においては今後も引き続き適切に対処するものと思っております。浜村進君。
なかなかここも難しいなと思っておりますが、技術の進歩がこうした犯罪を無効化するということもよくある話だと思っています。例えばブラウザ上で悪さをするようなプログラムであったとしてもですね、例えばあるブラウザであればそうしたものはブロックするであったりとか、あるいは他のブラウザでは CPU の 10% 以上高くなった場合には表示を制御するというような技術的な解決が良い効果をもたらすこともあるというふうに認識をしております。こうしたところも相まってですね、うまくこの辺を調和させていかないとですね、いけないことなんだろうと私は思っておりますが、もう一点、先ほど構成要件について森大臣には触れていただいておりますけども、もう一つ人の意図に反する動作をさせるべきものといった点であったり、不正な指令あるいは不正指令電磁的記録に当たることを認識任用しつつこれを実行する目的というような点が挙げられるわけですけども、閲覧者の同意の有無によって判断が変わるかどうかという点、この点について伺いたいんですが、つまりその機能に対して同意があるかないかについては構成要件に影響しないと考えておりますけれども、いかがでございましょうか。委員長。森法務大臣。お尋ねは不正指令、電磁的記録に関する罪の構成要件である電磁的記録が意図に沿うべき動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせるものであることについての判断のあり方に関するものであるかと思われますが、この要件については電子計算機のプログラムに対する社会一般の信頼を害するものであるか否かという観点から批判的に判断されるべきものであると考えられますので、したがって個別具体的な使用者の実際の認識を基準として判断するものではないと考えられます。浜村進君。ありがとうございます。やはり規範的に判断されるべきという点では私も非常に大きく同意をしたいと思っておりまして、これコインハイブ事件で言えばですね、一審においては人の意図に反する動作をさせるべきものという点については肯定されているわけですが、不正な指令という点については否定をされております。で、さらにこれは暴論ではございますが、不正指令電磁的記録に当たることを認識任用しつつこれを実行する目的、目的ですね、これについては否定をしたのが一審です。一方で高裁においては、この一番最初に申し上げた意図に反する動作、これをですね、規範的に判断できていないんじゃないかというふうに考えております。で、高裁の判決では動作については何も言及がなくてですね、機能について、規範的に判断しようとされておられるように見受けられます。しかしですね、規範的に問題とすべき点はですね、動作でありまして機能ではないというふうに私は返しております。これも最高裁で整理されることを期待しておりますけれども、こうした状況の中でうまく法解釈をしながらしっかりこの罪について運用していくということが極めて重要であると思っております。最後にもう一点だけ、この取り締まりの体制についてお伺いをしたいと思いますが、今現状で言えば47都道府県でサイバー犯罪取り締まり体制はそれぞれ体制を整えても違うレベルを持っていると思っております。地元のサイバー以外の捜査の手段としてですね、サイバーによる手がかりは重要なので、そのサイバー以外の捜査の手段としてもレベル向上していかなければいけないわけですけども、それについては一通りレベルが引き上がってきたんじゃないか、ある一定のレベルには達してきているんじゃないかと思っております。一方で、全国的にあり得るサイバー犯罪というものについては、語学と IT ができるような人間を都道府県警それぞれに置くのではなくて、一つの組織に集約してサイバー犯罪の取り締まりに取り掛かるべきというふうに考えておりますが、警察庁の意見を伺います。警察庁小柳審議官。
お答えを申し上げます。サイバー犯罪への対処に係る人的基盤の強化は警察といたしましても重要な課題であると認識をしております。このため都道府県警察における研修等に加えまして警察庁におきましても各都道府県警察の捜査員等を対象といたしましてサイバー空間の脅威への対処に関する知識・技能を競うサイバーセキュリティコンテストの開催、警察庁の付属機関である警察大学校に設置されたサイバーセキュリティ対策研究研修センター等におけます専科教養の実施、サイバー犯罪等対処能力検定制度の構築及び効果的な推進等に取り組み捜査に従事する職員の対処能力の底上げを図っているところでございます。警察といたしましては引き続きサイバー犯罪への対処能力の向上に努めてまいりたいと考えております。以上、浜村進君、引き続き適正に運用されることを願って質問を終わります。ありがとうございました。これにて浜村進君の質疑は終了いたしました。次に小宮山康子君。大丈夫、なんとかなるだろう。